どうも、翔平です。またアランウェイクの続きやっていきたいと思います。ダムへ向かうじゃなくて、墜落現場に変わったんだっけ。目的地はあれは原稿かな。うん、なんだ、ザ・ウェル・リット・ルーム。リットっていうのは明るく照らされたっていうこと。多分バッテリーを取る。バッテリーはもうあるのね。なんか明かりの部屋があるみたいですね、向こうに。多分ですけど。原稿を拾う。ヘリコプターの墜落。コポコポ言ってるのはね、申し訳ない。ちょ、コーヒー入れてます。彼らが事態を収拾してくれるかもしれない。その時突然轟音が耳をつく。さら。何百本もの漆黒の鳥の群れがヘリのプロペラに襲いかかってきたんだ。うん。機体が大きく傾き。コントロールパネルに火花が散った。サラは瞬時に悟った。墜落する。隣でバリーが悲鳴を上げた。なるほどね。カラスの襲撃によって墜落しちゃったっていうことですね。そのウェルリットルームはどこにあるの。ないのかな。もうちょっと先ってこと。なんだよ、また鳥くんのかよ。来たよ、また鳥が。あ、いた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 。うわ、いっぱいいるわ。どうしよう。どっから来るのか全然わかんないですね。オッケー。ちょっと全然前が見えないんですけど。あったあったあった、ウェルリットルーム。あれかな、多分あれだろうな。ちょ、とりあえず一回入る。よし、とりあえず一回入ってから開ける。よし。おーおーおー、あ、それカラスが荒ぶってるぞ。大丈夫なのか。来んのかな。あ、来てるわ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 。もういいのかな、行って。あ、多分ダメだわ。多分ダメだわ、これ。ちょっと早く光の中入ってるからさ、さーっとなんとかならないの。こいつら賢くなってやがる。消えてった。いや、カラス死ぬほどいるんだけど、上に。ちょっとちょい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 、どこ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 。もうちょっと賢くなっちゃいかんって。痛い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 。お、消えた？よーし。まだ嫌がる。ちょっと待って。ちょっと待てよ、お前。よいしょ。痛い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 。こっち、光の中入ってんだけど。光の安全説はなくなったの？ちょ、ダメみたいだね、やっぱり行かないと。もう。無限脇っぽいね、ちょっと。痛い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 。焦ってると良くないよ。焦ってると良くないよ。それ。さーてと、よいしょ。危ない！痛い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 。結構ダメージあるなぁ。墜落現場へ向かう。全然わかんないな、どっから来るのか。消えた？ブレーカー本館、サラ。墜落現場は悲惨だったが、どうやら直前に脱出できたようだった。あ、ドアが開いてるから。ふむ。バリーとサラを探す。また仲間にするわけね。発煙筒を取る？発煙筒を取る？ん？またあった。ウェルリットルーム。これ日本語版やってるのに、お、日本語版やってんのに、そういうとこは日本語になってないんだね、やっぱりね。戦ってる戦ってる。待ってろ今行く。待ってろ今行く。よいしょ。一気に片付ける。おっぱー。さあどうする。
こいつらを。ちょっと待ってね。こっちにしようか。多分倒せると思う、普通に。あの人はちょっとやってもらって。倒すなよ。倒します。ちょっとやめて。やられてる。あはは、何すんのよ。バリーは超冷静。私の出番。心配してたよね。いや全然。嘘こけ。モルドールのメサ。どこにあんの？あ、あったあったあった。これね。ビーバーがダムで待ってる。ライフルに切り替える。ショットガン16発もあるよでも。ちょっとなんか調べていかなくていいのかな、ああいうとこ。なんかあると思うんだ。原稿とかないの？特にないみたいなね。でもね、あ、ないんだ、残念。そっか、じゃあ行きましょう。よし。鳥が怖いよね。鳥が何より怖いわ。こっちだよね。さ、そろそろまた出てくるんじゃないの？これは何なんだろうね。すごい昔の車だよね。車なのかトラクターなのかな。で、なになになに。あ、朗読してんのね、自分の小説を。ナイトスプリングスだ。 OK、 ショットガン十分だね。変えなくてよかった。ショットガンの方がいいんじゃないの。休んで、休んでてもいいよ。どうせ何もしないんだもん、あなた。あの明かり見える？あれがダムに行くエレベーター。あれね、この電飾男くんがいいね。お、来たよ。おお、オッケー、一人倒した。どこにいるの？なんて動きなの？ありえないって。どこにいるの？どこにいるの？どこにいるの？あ、いた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 。オッケー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 。超人は倒したぞ。任せとけってんだ。そうらしいわ。そうらしいわ。サラ保安官の方がよっぽど役に立つわ。さて、ダムの最上階へ向かう。The taken a filled with darkness。 Taken っていうのはその取られた人ってことだから、どういうことなんだろう。何誰が取られたの？闇でいっぱいになっちゃったって言って。何か動いたってよ。リボルバーの弾薬、 OK。何か動いた。何が動いたの？あ、ウェルリットルームってのはここのこと言ってんのね。来たよ。よいしょ。 OK、 もう瞬殺です。どこどこどこ。あ、いるいるいる。電飾さん頑張って。ちょっと電飾さん、あー、横にもいらっしゃる。あ、ちょっとちょっとちょっと、この人危ない人、危ない人。ちょっとこれで一回距離取る。よし、ちょっとこの人怖い、この人怖い。 OK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 。 あ、まだ切れてなかった。 OK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 。 サラ保安官は何も同じことしか喋らないのね。あー、戦ってる戦ってる。頑張れ頑張れ頑張れ。痛い。後ろにもいるって言ってくれよ。ちょっとなんか一言、後ろよとか言ってくれてもいいんじゃないの。はい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 。これでさよならね。あら、ちょっとまずいんじゃないこれ。オッケー。死んじまうぞ。叩かれてたよあなた、背中を。いや、押してくれてもいいんじゃないの。
私がやらないとダメなんですね。はい、わかりました。もうすぐよ。この上からダムに入れるわ。はい。ここからどうするつもり？どうするつもり？リーバーによれば、全員から何かを預かって、そうだよね。闇を止めるものだ。ってことはつまり、何なんだよ。さあ。本気？伝説じゃなかったの？伝説じゃなかったのって。実在したんだ。あ、そうなの？この人たちは伝説だと思ってるんだ。さあ警戒に行きましょう。警戒に、なんか終わりが近づいてきてるんじゃないかな。これは多分ここ、これかな。押し続けて開ける。押し続けて、あ、なるほど、押し続けてるよ。あああああ、ひどっ。何が起きたのって。リーバーを探してくれ。もう着いた頃だ。俺は別ルートを探して向かう。なるほど。ちょっとやめてよもう。どっから行くの？ここ。ここから？違うみたいだね。おー、来たポルターガイスト、いったー、すっげーダメージいった、死んだ瞬殺された。ちょっと待ってくれよ、もうまたこっからか。戦闘からでいいんじゃないの。ちょっとバリ押してよ、もうもう、はい、はい、わかりました。一人ぼっちになればいいんでしょ。はい、わかったわかった、それはわかったけど、ここからね、来いよ来いよ。先にウィーバーを探してくれ。あ、これ使えば、あー、ダメか。別ルートを探して向かう。さあ来いや、さあ来いよ、来いよ。来た。嘘だろ。よいしょ。ちょっと聞いてないみたい。一つ消えた。ウォー。ウォー。オッケー。玉切れって何？あ。お、もう一つだった？ちょっとやばいかな。オッケーオッケー、早い早い。大型ランタンってやっぱ早いね。おとなしくしてろよ。おとなしくしてろよって。原稿を拾う。はい。全員の遺産。うん。自ら解放してしまった闇の存在を葬りながら、自分自身を含め、すべての原因を取り除かねばならない。すべての原因。死んだ恋人の目で彼を見つめるこの存在が、いつかまた復活する危険性は残る。なるほど。だから彼は、自らを全著作とともに消し去る物語に唯一の例を、はいはいはい、靴箱にしまったものだけはこの世に残ると。なるほど。死んだ恋人の目で彼を見つめるこの存在がってのは、このの闇の存在に乗っ取られたおばちゃんですね。はい、名前が今出てこないけど。だからゼインさんは自殺したってこと？わかんないんだけど、闇に囚われたのかな、あえて封印したってことかな。自分自身を陣中にしてこっち行くのね。了解。さーてと、あんなところで死ぬとは思わなかったよ。お、またすごいね。なに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 、お、またかい。俺大嫌いなんだよ。ちょっとちょっとやめて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 、痛い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 
ウェルリットルーム、また明るい部屋あるってよ。何これ、何ですかこれ。来たー、ちょっと早く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 、そんなんいいからさ。サーチライトを使う、効率を上げる。おら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 、いいねサーチライト。ちょっとちょっとちょっとすごいんだけど、ちょっと近づいてきてる、近づいてきてる。オッケー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 。ああ明るさがなくなっちゃった。回復しなきゃダメなんだ。すごいね、全力で思って。何あら、何何何何何、そこまでよやめなさい、そこまでよやめなさい。またサイチライト、すごいんだけど。止まれ止まりなさい、止まれ止まりなさい。わざわざ道を開けてくれたぞ、闇の存在を振り切る。ちょっと待って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 、これどうすんのこれ、これどうすんのこれ、これどうすんの、どうすんの、なんか何か起こんの。あ、ここ曲がれって、ここここちょっとよくわかんないんだけど、ここでいいの。なになになに、ちょっと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 待って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 、あー落ちた。ちょっとここだけマリオにしないでよ、ちょっと 3D マリオ苦手だよ。はいはいはい、こういって、ここ難しいよ、ここ。この次が。あ、ちょっと待って。すいません。申し訳ない。はい、テイク3。やっていこう。落ち着いて、落ち着いて。落ち着いて、落ち着いて。え、え、どうすりゃいいのこれ。ちょ、ジャンプしなきゃダメなんだ。ちょっと、まずいよ。まずいよ、テイク4だよ。すっごいだれてるよ。よいしょ、危ない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 、よいしょ、アップねー。テイク5でテイク4。おお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 、何何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 、どこ行けばいいの、こっち。おおおおおおお、せっかくマリオ抜けたんだからさ、マリオ抜けたんだから俺ちょっと入れさせて。闇の存在を振り切る、こんな時にコーヒーポットを取らせるのか、このゲームは。またか、ちょっと待って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 、どうすんのこれ。あはは、ちょっと待って、ちょっと待って、難しいよこれ。どこから、またまたここから、あ違った、びっくりした、やばいってこれ、マジで難しいわ。おっと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 、ラグってるラグってる、やばいなこれ。 3D マリオ難しいぞ、気合い入れていかないと。コーヒーポット取る、テイク2頑張ってやっていきます。まずおっとこれが来て、でこれどうすんのこれ、よいしょ、オッケー、こうか、よいしょよいしょよいしょ、超えた超えた超えた。ウェルリットルーム、テイク2で抜けた、やばい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 、走ってる走ってる走ってるよ、走ってるって、中に急いでー。あぶねー、あぶねー、マリオ難しかった。ちょっとなんかバリーが、バリーが壁に向かって走ってんだけど。バリーどうした、バリーバリーがおかしくなってる、バリーが荒ぶってるよ、大丈夫。なるほどね、なるほどって言って走って、よく走ったね。いやー難しかったわー。そういえば、この第二次大戦の陸軍基地
はあはあ、ああなるほどね。ええー、でも今は私の家よ。私の家よ。すごいね、こんなでかい。照らされた部屋に入る。調べる。さて、ちょっとコーヒーでも入れてね。よいしょ。この部屋を守らなくて済むわ。そろそろ6番と33番と118番を変えなきゃいけないけど、こんな夜中にはしごに登りたくはないし、もうくたくたなの。あ、に渡してしまえば。なるほどね。役目は終わるのよ。ちゃんとライトを順番で番号振って交換してるのね。幼い頃の俺の思い出だった。だが書いたのは俺じゃない。なるほど。全員だった。もう存在しないはずのページだった。7歳のアランは眠ることを怖がった。寝ついても悪夢にうなされ、悲鳴を上げて飛び起きてしまう。ある晩、母親が古びたスイッチを持ってきてくれた。トーマス・ゼインさんに書かれた通りになってるのね。魔法の光がたちまち怪物を追い払ってくれるのだと。なるほど。それはアランの父からもらったのだという。父親を知らないアランにとって。あ、じゃあ全員がお父さんだったの？魔法だった。アランはクリッカーを握りしめ、ようやく安心して眠りに。なるほど、そういうことか。あれから数十年後、コールドロンレイクのほとりでアランはクリッカーを手に昔を思った。そして息を深く吸い込み飛び込んだ。なんかサンシャイン2052だっけって映画の最後のシーンに似てますよね。俺が書いた物語の中で。はあ。これでアリスに会える。終わらせるんだ。なるほど。じゃあお父さんだったってことだよね。じゃあちょっとまた音楽流れちゃったんで、ここで一回ね、音声カットしますけど、もうちょっといけそう。エピソード5終わった、スキップ。ここまでのアランウェイク、ここまでのアランウェイク、闇の存在に操られ恐ろしいホラー小説を書いてしまった。なるほどね。そこまでよ、やめなさい。このまま書き続けてもアリスは取り戻せない、うんうん、これはホラー小説なのだ。誰一人として助からない。助かるケースもあるよね。あなたがレディオブライトですよ。だが全員が保険を残していた。クリッカーだ。コールドロンレイクのほとりでアランはクリッカーを手に昔を思った。そして息を深く吸い込み飛び込んだ。これでアリスに会える。終わらせるんだ。なるほどね。クリッカー、クリッカーね。ニューヨークシティ2 years ago。はいはい。さて、ひどい二日酔いだった。頭が割れそうで光が目に刺さる。光が目に刺さる。鎮痛剤が必要だった。いや、綺麗な街並みですね、やっぱりね。もう二度と酒は飲むまいと。あ、アルコール依存症的な感じだったのね。サングラスと鎮痛剤を探す。闇は怖いんだから明るい方がいいんじゃないの。鎮痛剤を取る。鎮痛剤を取って OK。 鎮痛剤はすぐに効いてきた。これでそんな早く効かねえだろ。今飲んだばっかやん。サングラスはどこにあるの。あった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 。サングラスを取る。サングラスのおかげでだいぶマシになった。はいはい。これでもう真昼のヴァンパイアのような気分にならずに済む。なるほど。結構老けてんだね。なんか寝室を出るってここ、あ、でもいいマンションだね。メッセージ。あ、これいいマンションだよ。でもいい部屋だこと。え、メッセージ を聞くね。ちょっと部屋見て、ちょっとごめんね。奥さんどこいんの。アラン、まだ寝てんのか。起きた起きた。例の番組、例の番組が録画されてるはずだぜ。アリスがちゃんと撮っといてくれればな。今朝もコテンパンに言われちまったよ。はあ、それは確かに昨日ははしゃぎすぎたけどよ。パーティーもビジネスのうちだろ。まあ、うん。
かんぞ。じゃあまた後でな。どういうこと？はあ、そっか。じゃあまたちょっと長くなりそうなんで、今回はここで切ろうかな。うん。ちゅうことで、もう少しで終わりなんじゃないかな、これ。結構終盤まで来てますよね。あら、ここだけ聞く？あ、トーク番組に出演してたのね。あ、なるほど、なるほど。わかりました。じゃあ、とりあえずここで切りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。失礼します。